これは BMW の、7シリーズになります。でこれは新しい7シリーズのフラッグシップは V 型12気筒エンジン搭載の 750i で、標準のホイールベースとロングホイールベースの両ボディが存在すると。でこの他に7シリーズに用意されるエンジンは全て伝統の直列6気筒タイプで、 730i に搭載される888馬力と 735i の 3.4 111馬力の2種類のエンジンがあると。でこのニューモデルのデビューは BMW にとって大きな利益をもたらしているだと。でライバルのメルセデスに大きな差をつけたことはもちろん、他社の下下級クラスのモデルにも BMW 志向が強くなりつつあると。で7シリーズに搭載されたオプションは実に豊富が実に豊富で、この中にはアンチスキッドコントロールエレクトリックダンパーコントロールも含まれると。まさに世界の頂点に立つ高級車としての風格を遊ぶといったところであると。で今後の追加モデルはまだ一切発表されていないんですが、メルセデスの動き次第によってはそれによって対応すべきニューモデルを発表することも十分に考えられるので、ここは当分の間はこの2社から目が離せないと。でちなみに、ライバルのメルセデスがニュー S クラスを発表するのは1990年以降だと、まあ、言われているということで、まあ、それはもうどっかで発売されましたけども、これが 7シリーズのまだ昭和からちょっと平成に入ったぐらいの時代にかけて作られていた車です。で、こういうふうにドアがちょっと小さくて開きにくいんですが、まあ、こういうふうに、なっていまして。で、これはマジョレットのミニカーですね。で、こういうふうに、オレンジ色のね、窓枠で塗ってあるというのもまた、面白みがあっていいんじゃないかなというふうに、思うね、車です。こういうところもね、この受け目なく作ってるところあたりが、面白いなというふうにね、思う車でしたね。というわけでどうもありがとうございました。